んですけれども、共和コーヒー株式会社の名誉を相談役でいらっしゃいます、平田様にお願いしたいです。講演のタイトルは、我が国ライフサイエンスデータベースの現状と、総合データベースセンターの要望ということで、お話をしております。今、ご上口先生からもご紹介ございましたけれども、平田名誉相談役はですね、政府のバイオテクノロジー戦略会議、あるいはこのお手元の写真にも書いてございましたけれども、経理ですね、バイオ産業情報化コンソーシアム、そういうようないくつかの立場で、この我が国において、統合データベースが必要である、あるいはそのためのナショナルセンターが必要だということをずっと提言していきたいところがありまして、それが今日の、プロジェクトにつながっている、まさにこのプロジェクトの生みの親とも言えることでございます。本日は、そういうことで、これまでの背景、それから産業界からの任務ということで、統合データベースプロジェクトに対するご要望、ご期待をご提供いただければと思います。よろしくお願いします。ご紹介いただきました共和国の平田でございます。今日は先ほどリドブル先生の冒頭の話にもございました、現在高木センター長を入場としていただきます。このセンター、ちょっと継続的なですね、しっかりしたジャパンのセンターにするという先生方のご努力にですね、産業界から応援のメッセージというような形でですね、ちょっと用紙にはいろんなちょっと長いタイトルをつけましたが、今日はそういう意味で、センターへの期待と、そういうことでお話しさせていただこうと思います。このような順序で話しますけれども、当然このライフサイエンス関係のデータベースの産業への応用という面いますとですね、植物から農業、食品、それから環境とかエネルギーとかですね、公共バイオとかいろいろ分野がございますけれども、私の会社も一番資源を投入しているのは、そうやってですね、スタンスから主に話をさせていただきます。どこかに見えましたけれども、先ほどのこのプロジェクトのですね、企業から一人、エザイの長瀬さんが参加しております。長瀬さんのご意見もですね、一番反映させる形で、それから説明させていただきます。最初に産業界からの取り組みということですけれども、というよりも、実は私がどうしてこんなことにしたかという、説明にもなるわけですけれども、それは高橋センター長からご紹介いただきますと、2002年に小泉首相の内閣内の国家戦略を作るという時にですね、東北の企業の代表ということで、これに参画いたしまして、当時からやはりこの分野ですね、データベースというのが非常に重要であるということで、ちょっとインフラ構築、インフラ整備の問題提起という形でですね、提言をしたのが初めでございます。その後、財務産業情報コンソーシアムの会長をしたわけを出している中でですね、これはご案内のように、いわゆる経産、文科、厚労、それから農水、4省の共感の社団法人でございます。関係する、いわゆるバイオ系、製薬会社でですね、バイオ系、それから IT 系、つまりはベンチャー、ボードメンバーでですね、今回学会の総合対策を、いわゆるこの分野最大の構想者だということで、このミッションの責任においてですね、やはり提言しなければいけないんじゃないかということで、2005年に一位でした形でですね、やはりナショナル、オールジャパンのナショナルセンターというものを、ぜひ知ってほしいと、そういうことを、重ねて、訴えてきたので、それが時を同じくてですね、その会議機関の連結した分のプロジェクト、に反映し、そして関連センター社のこのセンターに、そういうことでございます。ジェリックの
宣伝はもういられておりますけれども、まあ、最大のこのミレニアムプロジェクト計画をですね、最大の日本の選択肢であります、この完全都市でね、これの活用ということで、まあ、いろんなイベントをですね、この観測から、まあ、ずっとこういうプロジェクトが行われているわけですけれども、まあ、当初からですね、これらをやはり統合するというで研究プロジェクトが、五条森先生を中心に行われております。まあ、その成果物があります、エッジミテーションについて、世界の環境化されているわけで、皆さん、ご存じだと思います。まあ、その他、ジェリックでですね、いわゆる、バイオインフォマティクスの人材育成という技術もございます。まあ、しばらくこの技術認定制度というものも、まあ、データベースのセンターの必要性といいますか、その背景は、私から申し上げる必要はないかと思います。まあ、非常に現在のライフサイエンスの特徴というものがですね、単なる膨大なデータの採掘だけではなくて、やっぱりそこに非常に大きく依存していると。まあ、産業界からもですね、この研究開発の予測スピードアップには、やはり非常に網羅的でですね、使い勝手の良い発達データベースの存在というのは、やっぱり不可欠であるということがあるわけです。それからデータベースというのは単なるその、なんて言いますかね、アーカイブ的なものだけではなくてですね、やはりそこから、そのだけのデータベース、またはその他のですね、データベースと、クロスサーチすることによってですね、その中から潜在的な非常にまあ、重要なですね、価値というものが導き出されるという、まあ、そういう特徴があるわけです。まあ、それから、まあ、創薬ですと、まあ、最終的なこの研究開発の創出、の社会関係ですね、一つのゴールとしてですね、個別材料ということがあるわけですけど、まあ、その辺の、その至る道にはですね、いわゆる分子レベルから細胞レベル、そして個体レベルと、まあ、さまざまなその情報というものをですね、やはり、総合してやはり、生かされなきゃいけない、まあ、そういう、まあ、必須な情報インフラであるということがあります。まあ、それと、まあ、私が衰退する時代に入ってきますと、それを取り扱うですね、まあ、情報処理、非常に新しい技術を開発もしなきゃいけませんし、比較的にですね、低コストで、個人のやはりゲノムというものが得られるようになりますし、当然そこにその取り扱い、ポータビリティとかアカウンタビリティがあって、非常に、まあ、倫理の面でもですね、やはり、しっかりとした制度が必要である、まあ、そういうことが、まあ、現状は特に言うまでもなく、まあ、非常に、まあ、いろんなところに散在して、それから、まあ、非常に、まあ、体重的に安いようになっていないということはあるわけです。まあ、行政の方もおられますけど、まあ、やっぱり日本のやっぱり行政の一つの大きなやっぱり問題はですね、やっぱりいろんなやはり、プリプロ、大きなプロジェクトっていうものが、まあ、最初のその、予算取りしてですね、始まるときは非常にまあ熱心で動くわけですけども、これが終わった後のですね、後始末に対しては非常にまあ熱が冷めてしまうので、やはり、まあ、どんなイノベーションもですね、やはり先行技術の上に積み重なっているわけで、やはりそういう大事なですね、やっぱりデータっていうものが、しっかりやはり活用される形でやっぱり活かせない。それから、これ、高木先生たちもおそらく大変苦労させていることだと思うんですけど、ね、まあ、この後で言いますけども、この講義で得られたそのアウトプットというものがですね、日本では非常に会場の不十分でございます。それから、今、おそらく皆さんの中でですね、この NCBI、例えば、まあ、保険検査の例えば、パブメドというのがですね、本当に例えば、アクセスできなくなったら、おそらく皆さんの研究というのは相当の大きな、障害を起こすわけで、まあ、要するにそういう非常に大きく依存している、まさにその安保のですね、情報安保のやっぱりリスクというのは あるわけです。それから先ほど申しました、やはり、アメリカで、要するにロードマップ、アメリカリサーチのものとして、まあ、創薬のクリティカルパスからですね、創薬の個別化医療、非常に大きな流れにですね、
特に認証データベースに対するアクセスが非常に、まあ、不十分ということで、それに我々に対応できています。また、この後の EI に進めたいと思います。さて、今回のルールでございますけど、これはやはりぜひですね、省庁は一律にやはりこういうものをしっかり制度化していかなければならないんじゃないかと思います。やはり、公費というのは当然、税金、自分の税金に基づく研究でございます。ストラムとそのアウトプットというのは、やっぱりタイムリーにですね、やっぱり開示されなきゃいけない。まあ、統合データベースを考える場合にも、とにかく統合すべきデータがですね、非常にやはり開示が不十分な状態になっているわけで、ここで長瀬さんの方たち、相当ご苦労されているわけです。まあ、囲い込みっていうと、若干ちょっと語弊がございますけども、やはりこれはやはり、国の税金を使うっていうですね、まあ、一つのやっぱり、ブラックフライデーでございます。やはり、こういう、研究費のですね、やっぱり、条件にですね、しっかりこういうルールは、持ってるべきではないだろうと思います。それから、まあ、研究の質の担保って言いますけど、やはり、研究のアウトプットって、やはり開示してですね、開示に開示して初めて、やはり、ただそこから出るか、例えば数ヶ月がですね、もう評価する場合も、まあ、どういうやっぱり生データであるのかっていうことがですね、やっぱり提唱できなきゃやっぱり、研究時代でやっぱり質問がならないわけで、まあ、そういう意味では、実際その会議のルールっていうのは、まあ、いないやつはこの本当に効率化してるというふうに聞きますけどね、私は絶対必要なんじゃないかと思います。ただ、この開示をですね、やっぱり慎重になる理由としていくつかございます。もちろん産業団体がクリックしたときはですね、やはり、まあ、参加する企業のアドバンテージというのは、やっぱりある程度担保されなきゃいけませんし、まあ、これはバイデンの法の精神でございますね。それから、まあ、他企業の最近は、まあ、法人化しますとですね、やはり権利の確保しようというところが、やはり、大きな、課題になるわけですけども、やっぱりこの時も、やっぱり何て言うんですかね、研究のオリジネーターに対するやっぱり一つのアドバンテージというのは保持しなきゃいけないので、まあ、これは例えば研究のですね、発表の、まあ、ちょっとした前のですね、ああいう、何ですか、同じようなですね、やはり人の入浴感なりをやっぱり補強しなきゃいけないと思います。まあ、ただ、こういう条件を出た後はですね、やっぱり早急に開示すべきだと思います。それともう一つはやはり特に臨床データに対するですね、データ開示の慎重度原因というのはやはり倫理的な問題になります。まあ、個人保護については確か平成15年ですね、その後翌年にはいわゆる予約研究の、まあ、倫理基準というのをですね、取り決められていますけども、例えばこういう臨床情報、4情報というものを研究としてですね、取り扱う、いわゆるその共有してですね、それが開示すると、まあ、そういう眼光によってですね、今のやはり法律ではなかなかやはり安心してやはり取り組めないということがあるので、まあ、ぜひこの新作研究というものをですね、一生懸命やっていただいてですね、先に進まない、まあ、繰り返しますけど、やはり研究公費の研究というのは税金に戻るわけですから、やっぱりアートビットというのは、その共通の財産なんですね。ですから、ここから出発して、さらに付加価値をつけるというところ、ここに強いつもり、実験するというのはですね、そこはやはり競争ベースであるわけです。まあ、その前のやはり情報開示というのは、やはり、本当に自分化して、受けなきゃいけない。まあ、それから、ナショナルセンターの意義ですけれども、やはり、日本の場合ですね、やっぱりちょっとこういったオールジャパン体制というのは、ぜひ必要なわけでございます。もちろん、一番最大のですね、ライセンス関係の予算を支給する、文科省関係が相当するのは、当然、やっていただく、いけないことですけれども、まあ、ぜひですね、産業界からいろいろと、やっていくには、やはり、医学情報、臨床情報、
を所管する、やはり厚労省にですね、やはり、連携というのはぜひ必要なわけで、ね、ジャパン対策にぜひ、それから、こういう次元プロジェクトではですね、継続性が担保されないなと思っています。さらに、先ほど、海外のデータベースにですね、大きな依存しているわけですけれども、やはり日本、さらに技術者に基づくですね、そういう、欧米にないですね、独自のやはりデータベースを構築する、意味っていうのがあるわけです。で、そういう面でもですね、国際協力をできるような、そういうものをやっぱり構築して選びます。この辺はちょっと省略しますけども、そうですね、やはり一つの大きな機能は、一つはやはりサービス業務としての機能でございます。継続的なサービス業務としての機能、それからやはり研究機能でございます。これのためには、人材育成というのは非常に大事ですけども、やはりしっかりとしたですね、データセンターを作ることによって、そこでやっぱり人材というのがインキュベートされてくるわけです。ちょっと時間が来てしまいましたので、省略しますけども、ちょっと一番最後の2本目で、この2点目ですね、これは、私からコメントするわけにいけませんけど、医学会からもですね、やはり民間でのいろんな臨床データに対する解説というものを要求されております。アメリカ、ヨーロッパでもですね、結構改善の動きがあります。これもやっぱり、産経過としてやはり、責任を持って考えていかなければならない。すると、そういう、実際の研究者、ルートトライですね、両方ともやはり、そういうレベルのもちろん、ニーズに応えなきゃいけなく同時に、やはりこれを使うですね、やっぱり、医者や特職員、こういう幅広いやはりレベルのユーザーの、やっぱり要求にも応えるものをいただきたい。この2本目に、データの配布機能とあります。例えばなかなか企業ですとですね、クエリを出して、このクエリってなかなかやはり実験の研究の目的となかなか出しにくいところがあるわけですけど、そういうクエリベースですね、答えを返ってくるようなやはり、データサービスではやはり使い勝手が非常に悪いわけです。ですからやはりデータセットとしてですね、ダウンロードできるような、それを自由に使えるような、そういうやはり、配置をぜひ、考えていきたい。それと、この辺ちょっとデータとして、やはり特に臨床データがですね、なかなか日本で、開示されない、アベラリーって悪いっていうことの中に、やはりこの、倫理問題が非常に大きなトレンドとしてあるわけですね。先月私のことはアメリカのバイオという非常に大きな国際フォーラムがあります。これもやはりヒッパっていうですね、このポータビリティとアカウンタビリティを法律で規制しているわけですけども、やっぱりここにですね、大変やはり、ちょっとわかるんですね、そういう医学情報の管理、医療機関や大学のアカデミー、でおいてですね、かなりその専属のスタッフを作るとか、非常にコンプライアンスで苦労しておりますけど、やはりここを乗っていくのは避けてコロナはですね、ですから難しいといって、先の仕事なくですね、やはりこういう研究目的に個人レベルの情報というものが共有して、また使えるように、そのためには、ぜひですね、ルールを作っていきたい。一番下に先ほど、江戸森先生が推進本部というものができるそうですね。そこに部会でですね、この問題を議論されるということで、ぜひ早急なですね、方針の決定を出してみたい。この辺はちょっと、紹介いたします。一番最後にちょっと書いてありますけども、いろいろ、理科ベースをですね、非常に分析に進展されていますと、私どもの研究を見てますとですね、いわゆる医学の研究者が必ずしもそのぐらいのですね、病原、計算をグループとですね、今のまま一気に行ってないと思うことがあります。しかし、こういう非常に高速な進展差が出てきますと、単なるそのデータ量が出てくるだけではなくてですね、非常に機能というものが、網羅的にやはり、クリエイトされて、
そしてやはりウェットの研究所もですね、こういうやっぱり計算を研究所としてですね、再発しないとやっぱりこれから進んでいけないわけで、まあ、そういうためのですね、やっぱり人材の育成っていうのは、ぜひ必要でございます。まあ、そのためのインテグレーション機関としてのセンターの役割っていうのは、非常に私は大きいんじゃないかと思います。まあ、最後に提言としてまとめました。まあ、繰り返し、必要になりますけれども、まあ、統計的なナショナルセンターですを作るにはですね、やっぱり何とも言っても昨日、予算の確保っていうのが必要でございます。これはこの前の拡大委員会で、本庄先生、総務課長の本庄先生もちょっと一つのアイデアとして言われました。やはり研究予算の 1% ぐらいはですね、このデータベースの、継続的なですね、やっぱりサービス、研究機能として、オーバーヘッドとして、売り上げてくるんじゃないかと。非常に私はいい案じゃないかと思います。ぜひこういうルールでですね、その裏付けのある高級的なセンターというのをぜひ作っていただきたいと思います。まあ、最後に小山先生から先ほどこれからのですね、スケジュールについてお話がございました。まあ、産業界としてはですね、もちろん先行するこの文科省関係のセンター、の後にですね、できるだけ早くやはりジャパン、オールジャパンとしての体制というものを作っています。まあ、各省が喜ぶというふうには言ってませんでしょうけど、まあ、少なくともね、潔くも参加できるような、そういう、センターというのをですね、早急に、連携して作っていたんです。まあ、以上が、宣伝です。聞きおりますけども、せっかくの機会ですので、1、2件コメントなり、ご意見なり、ご質問を受けたいと思います。どなたかいかがでしょうか。先生おっしゃらなかったんですけれども、開示を阻害しているものにもう一つその誤りをどういうふうに許容するかという話が僕はあると思っていて、自分で仕事をしていると例えばデータベースを研究用に作っても研究の中心の部分は非常に慎重に整備するので人に見せることに何ていうか胸を張ってできるんですが、やはりどうしてもその全体を考えた時に誤りがあったり思い違いがあったりする場合もあるわけです。そのようなことに対するその許容、寛容さというんでしょうか。ですから逆の言い方をするとデータベースの中にどうしても誤りが入ってしまうというところに対してもう少しその理解がないと難しいのではないかなと思う時があるのですけれども、いかがでしょうか。海外の報告書ですとそのことについてわざわざ一言設けてあるような部分があるので、結果をどういうふうに解釈するとか、そういう、またのコンセプトに言ったようなですね、日本はやはりどうなんでしょうか、やはり開示というものをね、こう、もっとこう、なんですかね、自由に多くやっていく過程でですね、いろいろやはり精査たった、ちょっとの目が入るわけですね。ですから、これはやっぱりむしろ開示を、しないでですね、抱え込むということからは、もう前は進まないんじゃないかと思います。ですから、ぜひ、そういう意味では、やっぱり、開示するっていうのが、やっぱり、研究の質の担保っていうことを聞きましたけども、私はやっぱりそういうのが、ぜひ大事なんじゃないかなと思います。他、いかがでございましょうか。はい、どうぞ。
質問申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの途中の中で、あのデータを投げて、返ってくるようなものは企業の中では使いにくいと、あのデータベースに対して、データのクエリーを投げて、あデータのクエリーを、はい、データベース、ウェブサーバーなんかにデータのクエリーを投げて、それで返ってくるものは使いにくいという話をされてて、確かにその通りだなと思っているわけなんですが、例えば我々のドライブのような研究者をしていると、プログラムを公開することまでは構わないんですが、次企業で使われた後に実際それが製品あのその何か例えば製薬なり食品なりになった時にこのソフトウェアを使っていただ使いましたというふうな、何か一言コメントなり、そういう一言を言っていただくと僕らの研究の励みにもなったりとかデータをそういうのを公開するモチベーションになると思うんですがその辺はいかがにお考えでしょうか。これは研究に伝わったらそれは問題で、まあ、これは絶対しなきゃいかんと思いますよね。はい、その辺もお聞きいただけると、はい、ありますかなというふうに思います。私は研究室でありませんけど、やっぱりそれは当然、ね、あの伝わってきやるべきだと思います。よろしいでしょうか。じゃあ、もう一点だけ最後こういう感じで非常にあの教育通してお話があると思いますが、国際的なデータベースとの連携、国際的な初の日本のデータベースのやり方をさらに考えないといけないので、まあ、ほとんどライフサイエンス関係者は国際的なデータベースと連携してやっていくし、その中に日本もやっていくし、そういう意味ではちょっと最初の話、ご両親先生にとって最初の全体的にご指摘のようにですね、日本の独自性を出すとともにいかに勉強していくかということが重要ではないかというふうに思っています。で現在あの延期配列データベースとおそらくこのあと午後にお話になる中村先生の立体構造のデータベースにつきましてはですね、まあ、うまくいっている状況があろうと思いますね。一方あのアミノ酸配列データベースにつきましてはアミノ酸06はスイスプロと、まあ、離脱するというところもあってですね、ちょっと安易がしておりますけどもあのいずれにしてもなんかそういう体制が国際的な形でないとなかなか進んでいかない。でそういうものは早くなんかあの練習していく必要があるだろう。でとりわけあの欧米だけでなくアジア諸国ですね、中国等と のいち早い連携は必要ではないかというふうに思っています。すみません。倉木さんどうもありがとうございました。